明日からの交流戦3連戦先発ローテ予想がこちら。中日対ロッテ、涌井、種市、メヒア、田中春也、柳、メルセデス、ヤクルト対オリックス、奥川、カスティーヨ、サイスニード、東、ヤフーレ、佐藤和真、広島対楽天、大瀬良、早川、小蛇、玉村、庄司、アドンは、巨人対日ハム、戸郷、山崎、グリフィン、金村、菅野、加藤、横浜対西武、浜口、青山、東、高橋光成、石田、渡辺、阪神対ソフトバンク、伊藤、モイネロ、ビーズリー、東浜、才木、石川、奥川と佐々木が同じ日に投げると思って楽しみにしてたのに。巨人の先発ローテ強いってあれだったけど、ハムも全然戦えそうやん。中日ファンやが佐々木来なくてもメルセデスと種子は打てる気せえへんわ。戸郷マジでこの悪い流れ止めてくれ。今のままじゃハムに3立てもありえるぞ。奥川楽しみやな。あんま期待はしない方がいいかもしれんけど。これは楽天が交流戦優勝しそう。ここで阪神はソフトバンクは重いね。なんか普通にギータコンドーがあれでも競争だし、西武が3連勝とかしない限り阪神の再開は基本なさそうだけど大丈夫かな。今日のオリックス見てたら奥川でもいけるんちゃうって思ったわ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。